マクドナルド天ヶ崎ヒューズモール店。はい、皆さんおはようございます。今日も朝がやってまいりました。というわけで今日は朝一でマクドナルドさん行ってきましたよ。そして買ってまいりました、今年のスパイシーチキンマックナゲット、これ今日発売です。そしてナゲットといえば新作ソース、はい、今回も2種類出てますよちょっと落としたはい、では紹介していきましょう。はい、まずはスパイシーチキンマックナゲットを紹介していきます。蓋開けます。やっぱり赤いね、赤いと夏が来たっていう感じするね。はい、こんな感じでいい色してるね。ではソースにつけていきたいと思います。はい、赤いソースに赤いナゲット、辛そうやね。では早速いただきますよ。はい、今日の飲み物はやっぱりナゲットの場合は本麒麟でしょうっていうことでいただきますよ。はい、そしてナゲットいただきます。めっちゃ辛そうで怖いね。うん、うん、激辛ではないね、ピリ辛やね。うん、ちょうどいい辛さっていう感じ。うん、そしてビール合う。はい、そして次はこのサワークリームレモンソース、もう辛すぎる人はこれで食べてくださいっていう感じかな。では早速開けていくよ。はい、開けましたよ。真っ白やね、ちょっとクリーム色か。はい、爽やかな酸味を感じるソースになってんのかな、ようわからんけど、とにかくいただきますよ。はい、これで辛さがマイルドになるのかな。いただきます。はい、うん、レモンの香りが結構くるね。うん、意外にうまい。これはビールにも合う。2種類のソースで食べさせていただいたよ。今回のソース意外にうまかったね、ビビった。うん、やっぱりね、まあ順番つけるとしたら、うまさからしたらまあそんなどっちがっていう感じはないけど、俺の基準はビールにどっちが合うかやけど、やっぱりビールといえばピリ辛やからね。ということでハバネロの方が俺としては好き。そしてレモンのやつ、レモンのやつもまあまあうまかった。うん、ビールにも合うしね。うん、本当今回は両方当たりソースですよ。ということで今日も見てくれてありがとう。コメントとグッドボタンはお願いします。それだけ言ったら今日はここまで。残念無念、また次回も見てね。よろぴくー。